皆さんこんにちは、スマイルモンキーのハリーでございます。本日はちょっとあの面白いカードゲームをちょっと見つけましたので、見えるかな、なんじゃもんじゃのカードゲームですね。こちら結構大人気だそうで、ちょっと買ってきたんですが、簡単にちょっとルールを説明したいと思います。はい、メンバーの方が揃いましたねめっちゃ集中してますやん。麻婆です。編集者 R です何やって今日は、なんじゃもんじゃで遊びましょう今日はどんなもんじゃこの方がじゃ初めです、ジャンケンいや、絶対勝ちますよ。スマイルモンキーズ、恒例や順番距離が恒例や最初はグー、ジャンケン、ほいなんで最初はグー、ジャンケン、ほいまあまあ、最初はこう考えます。俺決めてるな。はい、決めたらお格好な。あ、了解了解です。ミドグルマよいしょ。ああ、つぶつぶ。おお、これまた違うの出てきたよ。羽生譲らない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 。長いな。お、違うの来た。はい。ミド文字。あ、ミド文字。うわ。これ。青みじんこです。はいよ。お、ちょっとちょっとあーあーもうこれはもうで、ここの山札も全て、あ、全て、はい、全て、はい、じゃあちょっと10枚めっちゃ早いよ。早い、めっちゃ早いめっちゃ早い。1枚にしとこう。あ、1枚ですよ。1枚な。あ、了解、うん、大人ルール、うん、買ったやつでしょ大人ルール忘すな。ほっ、これ、あ、出てへん。これは出てない。本当はクエスチョンつけたんだけど、ああ6、4なんか分かるような気がする。この色のコントローラーあったもんな。違うわ。え、違うぞ。髪の毛の分け目が6、4 7、3じゃないの、6、4なるほど。では、次私が。ほら、あ、これ出てへん。女の名前いや、違う違う。はい、ももちゃんでございます。はい。これは羽生譲らない。そうや。もうこれむずいな。これむずいな。発案者しか。なかなかこれ。行くぞ。あいよ。ほ。これ出てへん、出てへんな。出てへん。今日も元気だ。文章が出てきたぞ。いきます。はい。これ何やったっけ？ミド文字やミド文字、あ、よかったよかった。おわミド6って待ってますよ。あ、せやお手つきやミド、まぁ、俺言うけどせや、ミド文字やが、あー、だからこれはもうじゃあ俺文字は後で言うて、あ、そっか、さっきのお手つき、あ、せや、お手つきしたから、やっぱパス。あ、パスで。今お手つき一回。これ出てへん。パープルマン。あ、はい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 。これはまだ覚えやすいですね。ほっ。これ出てへん。これは出てへん。ミドグルマ。ちょっと待って、緑色多いな。前髪。まあ、インスピレーション大事ですからね。はい、強敵だもらうで、これはもらうで、どうぞどうぞ。これ出てへん、はい、膝フィルター膝フィルター言いにくいな。ドン、おお、ラスト緑だった。出てへん。これいよいよ12人、12人目やで。そら豆2匹目の豆。これ、え、ももちゃん、あ、ももちゃんやすい、ももちゃんよかった、ようやく1本1ポイントプラスお手つき。いや、あれや、パスしたからね
ゼロは、あれはパス。あペナルティしてるか。あ、すいません、すいません。ほ前髪あ出てこいね。ついさっき出てきた時なのよ。危ない。あ、いますよ。はい。はえ、これ出てきた新しい。何種類え、これ出てきた12種類やぞ。12種類のカードが60枚。え、これ出てきたこれ。ちょっと待って。あ、ちょっとごめんなさい。いやいやいや。え、12や。12やっと。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。これ出てきてた。あれ、なんか。あれ、出てきてへんぞ。出てきてへんぞ。あれ、これどうしたミスってる。え、マジっすか。お、前髪が最初から前髪が最初におった緑や。あーはい、ペナルティあ、マジか。はい、じゃあこいつ前髪でお願いしますいきます。はい、ミドグルマ。あ、ミドグルマ覚えてたね。覚えてたね。はい、ほっミドモチ。よし、せーの、ドン。ミジンコ。青ミジンコ。ああ、せや、せや。青が入ってた。知らんことしやがって。命名した俺が忘れてた。つぶつぶ。早かった、早かった。どうぞ。うわ。はい。お、ももちゃん。ああ。持ってるやん、俺。せーの、ドン。ハニュー長い長い長い なんでポンポン出てくんのみんな。おいごお前マジで。いや俺さ絶対待ってもう同じのばっかりやるおももちゃん。うーわももちゃん全然じゃあせーのドン。今日も元気だ。うわっしょあもうジャッジもこれはもうジャッジもうあのじゃんけんしましょう。最初くん、じゃんけん、ほい。はい、くんでしょ。はい、くんでしょ。わぁ。今日も元気だ。順番すらわからない。いや、ももちゃんめくったよ。あ、めくりなんです。で、これもめくったよ。あ、俺は。よし。いくよ。はい。ほっ、つぶつぶ。うわぁ。俺、ツーしか言うの。ドン。青みじんこ。うわぁ、覚え始めた。ちょっと待って、食べるで。2、4、6、7来たで。うわ、7。なんか強いぞ。いきます。はい。あ、パープルパープルだね。じゃあ俺ナス言うてもらうの私がナスやもうお前髪あーせーの、ドンハニューくらいちょっと待って一緒これも覚えてきたぞ最初はグー、ジャンケン、ほい我々ジャンケンちょっと待って1、4、6、8枚で俺はあれじゃんけんあかんぞ。いや、ます。はい。6、4。あー、6。よーし、リーチ。これ、なんかパープル豆って言いそう。8、6って言いそうだ。リーチ。リーチやで。リーチ。あと1枚ストーリー。いや、はい。せーの、ほい。パープル豆これ、どうこれ、多分俺一番遅かったんよ。なるほど。ね、もう、来たりする。もう、先生とじゃんけん。じゃんけんでいい。じゃんけんで。ええやろ。最初はグー。じゃんけんほ。そう、順番、イェーイ。あ、アロ君が。私は、2、4、6枚。6枚。1枚。俺、弱いな。決定しました。はい、まあ今日はちょっと。まあまあ、なかなか。これなかなか楽しいね。面白いでしょ、これ。結構売れてるらしいんですよ、これ。日本国内で130万個突破したらしいんですよ、売り上げ。こんな単純な、ね、ゲームやな。130万個売れたおもちゃがどの程度なのかが分からない。はい、では、この動画が面白いなと思う方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。みんなもこれやってみてください。もうぜひやってください。多分ね、あの子供もね、はい、あの頭の勉強にね。なると思う。そうそうそう。もう対象年齢がね、もう4歳からなんで。はい。はい。ということで、はい、
またねー、はい、ありがとうございます。